俺は沢田綱吉、波盛り中のごくごく普通な中学生、いや普通以下のダメ綱と呼ばれていた。そんな俺の前に家庭教師として現れたヒットマン。リボーンから俺はイタリアのマフィア、ボンゴレファミリーの10代目になれと言われた。そんなの無理だって。でもある日、俺や極寺君に山本、リボーンたちは次々と10年後の世界に飛ばされた。そこは新興マフィア、ミルフィオーレファミリーに支配された世界だった。ミルフィオーレファミリーのメローネ基地に攻め込んだ俺たち。そこで会った入江翔一から聞かされたのは、ミルフィオーレファミリーのボス、白蘭を倒すために10年後の俺が俺たちをこの世界に呼び寄せたということだった。俺たちが10年前の世界に戻るためには、ミルフィオーレのボス、白蘭を倒すしかないらしい。そのために俺たちは再び修行を始めたんだ。極寺君、ちょっとタンマ。大丈夫ですか、十代目。うん、なんとか。メローネ基地での戦いの疲れはだいぶ取れたよ。死ぬ気の炎もやっと出るようになったし。やっと本調子って感じだな。ほら、お前ら何言ってる。早く俺にも死ぬ気の炎の出し方を教えんか。なあお兄さん、でもこういうのってどうやって教えればいいんだろう。任せてください、10代目。俺、人に教えるのは得意ですから。そう。ま、こういうのは気持ちをバキュンと高めてギュンギュンのズババーンって感じだよな。いや、それ全然わかんないけど。なんだ。非常事態発生です。皆さん、作戦室にお集まりください。何があったの、ジャニーニ。はい、波盛町にリングの反応が。これは多分ミルフィオーレではないかと。なんだと。そんな、キャクランはしばらく手は出さないって言ってたのに。綱吉くん、入江さん、何かイレギュラーがあったんだと思う。現場に行って確認してくれないか。わかりました。ジャニーニ、場所は波盛第一ビルの屋上です。さあ、ボックスを渡してもらおうか。いや、抵抗は無駄だ。ボックスは全部で10個、我々は9個手に入れた。残るはお前たちの持つ最後の1個でコンプリートだ。だから渡せない。そこまでだ。貴様、ボンゴレの。やっぱりミルフィオーレの奴らか。だったら俺たちが相手になるぜ。お前たちは関係ない。さあ、 D ボックスを渡せ。 D ボックス。そうはいくか。その子たちは嫌がっているじゃないか。黙れ。こうなったらお前たちを先に排除する。こい。十代目、俺も戦います。行くぞ。行くぞ。レディー、ファイ。それ。うわ。ふぶ。ほっ。ふぶ。ほっ。ふぶ。ほっ。ふぶ。ふぶ。
総炎流は完全無敵、最強無敵だぜ。逃げ足の速い奴らだ。君たち大丈夫だった？てめえらなんで十代目の邪魔をした？あのままじゃ、え、あのままじゃティーボックスが破壊された。お、さっきも言ってたけどティーボックスって、ごめん、俺沢田綱吉、みんな綱って呼ぶんだ。綱、こらてめえ、十代目を慣れ慣れしく綱なんて呼ぶな。まあいいじゃねえか。そう、それより君たち D ボックスって？お父様が発明した特別なボックス。君たちのお父さんが発明した？そう、二人でなければ開口することができない特別なボックス、それが D ボックス。二人でなければ開けられないボックス？それに目をつけたのがミルフィオーレの白蘭。ご苦労様、綱吉君。で、どうだったんだ？うん、この子たちがミルフィオーレの戦闘員に追われていたんだ。なんで追われてたんだ？それは D ボックスとかいうのが狙われたんだろ。はっきり言いやがれ。まあまあ、落ち着けって。何カリカリしておる。これはこいつらがはっきりしねえから。 D ボックス知ってるか、翔一？いや、聞いたことない。君たち、さっきの見せてくれる？うん、これが D ボックスか。不思議な形をしている。死ぬ気の炎を注ぐくぼみが2つあるぜ。ここに死ぬ気の炎を注ぐのか？そう、それは二人で同時に死ぬ気の炎を注ぐことによって開口する奇跡のボックス。喋った！こいつ、今まで無言だったのにボックスのことになったら急に。 D ボックスは僕の父 MC ローバが作った奇跡のボックス。二人の死ぬ気の炎を使うため、そのボックス兵器の力は普通のボックス兵器以上。しかも使う者の絆が強まれば強まるほど強く進化していく。ボックスの数は10個。ミルフィオーレファミリーはこのボックスを独占し、戦力を強化しようとした。 MC ローバ。ふむ。で、残りの9個のボックスはどうした？それは沢田がミルフィオーレのヘリコプターを破壊したために波盛町に散らばってしまった。何言ってんだ。あれはこの女が10代目の邪魔をしたから。ん？
え？ D ボックスを探してください。ミルフィオールファミリーに奪われる前に。え、でもミルフィオーレに戦力を強化させるわけにいかねえ。リボン、それに町中にばらまいたのが綱なら回収してやらないといけねえだろ。ううん、だからあれはこの女が。はいはい、それは分かってるって。今はこれからのことが大事だぞ。でも D ボックスが波盛りに散らばったのは俺にも責任があるし。10代目がそうおっしゃるなら。君たち、その D ボックスちょっと見せてくれないか。なぜ？性能を確認したいんだ。それから他の D ボックスを探し出すための装置を作るヒントが見つかるかもしれないし。わかった。ランドって子また喋らなくなっちゃった。いろいろ準備できるまで時間がかかると思う。ジャニーにお前も手伝ってやれ。はい、わかりました、リボーンさん。で、俺たちはどうすれば？お前たちはそれまで修行してろ。白蘭と戦うためにおめえたちもパワーアップしねえとなんねえんだ。ん？どうかした？いえ。で、トレーニングルームに来て何するの？とりあえずその D ボックスの性能を確認しねえとな。二人で開口ってことは2対2で戦うってことだね。でも誰と誰が？10代目、俺がフォローします。うん、ありがとう。じゃあ相手は？もうこっちで用意してあるぞ。よう、リボン、俺たちに用ってなんだ？いざ鎌倉で馳せ参じました。ディーノさん、それにバジル君も。こいつらが俺たちの相手っすか？そうだ、ボックスも使い慣れてるしな。ディーノ、バジル、ちょっとこいつらの面倒を見てやってくれ。ああ、いいぜ。リボンさんの頼みとあらば。ツナたちも構わねえからバンバン D ボックス使っていけよ。行くぞ。お手柔らかに頼むぜ。レディーファイト。行くぞ。バジル、バジル、ハッ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 、どこにすんなよ。ここだ。フッ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 フ
俺は負けられない。どうだ、Dボックスは。なんか口で言うのは難しいな。でも使うと強力なのはよくわかりました。最初に見た時は驚きましたが。しかもこれが進化していくんだろう。あの力確かにミルフィオーレには渡せねえな。うん、そうだね。